相に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。ありがとうございます。に出かけた娘が帰ってこない。遠出をするなと言っておいた。
怪しい者はおらぬか。一瞬たりとも気を抜くな。はっ、他の見張りにもそう伝えます。どうしたものか。ところにいる。誰だお前は。なぜこんなところにいる。ここを通すわけにはいかん。命に返せもな。先には進めねえぞ。なんじゃ。そうそう、なぜ貴様がここにおる。はは、貴様、わしを討ちに来たか。撃てるなどと思ってのこのこ忍び込んできたか、このアホめが。呂布よ、このアホを切り刻んでやるのじゃ。ふん、くだらん騒ぎだ。すぐに片付けてやる。これは無理押しはできまいな。やむを得ぬ。ここは下がるとしよう。
中やるな。貴様の顔覚えておいてやろう。見事だな猛徳。いや、さすがは歯を行く者よ。常に傍らに呂布を置いているらしい。呂布への信頼、いやそれ以外の者への最後に上か。どうあれ呂布がいる限り董卓の暗殺は難しかろうな。まあ董卓を撃つ手はまた今度考えましょう。それより殿、今は俺らの方が董卓に追われる立場ですぜ。もはや楽陽には折れんな。どうする猛徳。わずかな力で潜じた以上、巨大な力を頼むまで、すでに手は打ってある。わしも力を得るべく準備をせねばならん。力、つまり軍か。ならばひとまず将へ向かうのだな。なるほど、兵を集めるなら将がいいですな。何だって殿の郷里だ。殿についてきてくれる者らも多いでしょう。うん、将へ向かおう。皆様お帰りなさいませ。つい先ほど炎章殿からこのような文が。炎章から？あ、どれどれ。奸賊董卓許すまじ、心ある者は楽陽に集い、これを打つべし。派手な劇文ですな。まあ炎章らしいっつうか、なんつうか
毛徳、お前が打った手とはこれのことか。うん、わしが子孫じれば董卓の目は炎章に向く。わしとやつが知己ということは知っておろうからな。そうなれば炎章は危機感で腰を上げざるを得ん。その時に奴が迷わぬよう手引きしたのだ。明族円家の名で天下に檄を飛ばし英傑を束ね、その力をもって董卓を討てとな。炎章は律儀に実行してくれたようだな。暗殺の失敗も考え、ここまで手を打っていたとは。いやはや、さすがは殿ですな。だが悠長にはしておれん。いずれ董卓は賄賂や脅しで諸侯の分断にかかろう。その前に私有を決さねばならん。なるほど、今後の方針は分かった。だが毛徳よ、お前の軍はどうするつもりだ。兵だけでなく武具や兵糧のためのついえもいるぞ。この屋敷の家財を売り払えば工面できる。もとよりたまにしか帰らぬ家。思い切りますな殿。これはいよいよ後に引けなくなりましたな。行くぞ。曹操殿はかの教官董卓を暗殺なさろうとした。まさに可断、可断の死と言えましょう。その気骨がこうして多くの将士を集めたのです。そしてこの陳光大もその一人。必ずや曹操殿のお役に立ってご覧に入れましょう。けど本当にいいんですかい、わしみてえなならず者がおそばを守るなんて。天よ、くだらんことを気にするな。毛徳はただ今のお前を見て決めたのだ。昨日ならず者だった者はどこまでもならず者か。そうではあるまい。お前は毛徳の信頼を受け新たなお前となったのだ。天意よ、夏侯惇がここまで語るのも珍しいぞ。よほどお前を気に入っているのだろう。改めてわしの親衛隊の任受けてくれるな。承知しやした。殿の恩義はわしが命に代えてもお守りします。自身の予感を大切にしていますよね。なぜそこまで勘を信じられるのですか。信じる信じないの問題じゃないんだ。これが理由はわからないけどピンとくるんだよ。
うまく説明できないのが自分でももどかしいけどな。お、またピンときたぜ。学信、あんたとはうまくやっていけそうだってな。ありがとうございます、リテン殿。私もその勘を信じます。なあ総人よ、お前ずいぶんと四角四面になったな。昔はもっとこうなあ、どっちかっていうとやんちゃだったのによ。やめられよ。自分は過去の自分と決別したのだ。昔のことを掘り返すのは遠慮していただきたい。こんなところか、毛徳。十分であろう。爺様から譲り受けた蓄えもあらかた出し尽くした。これが今のわしの力、全勢力。行くとしよう。炎症を待たせても悪い。分裂、共に戦いたく馳せ参じました。分裂よ、お主は確か五軍におったはず。その時を押してここまで参ったのか。叔父上、殿が立つと聞き、居でも立ってもいられませんでした。それに同じ空の下ならどんな距離だろうと苦ではありません。そうか、お主の参陣、妨害の喜びよ。分裂よ、お主こそ宗家千里の駒。これより我が戦の先駆けとなるのだ。はそう分裂、曹操軍の先兵となるべく馳せ参じました。戦場をひたかけ、殿の道を阻む敵を打ち払う所存。どうかよろしくお願いします。行くぞ。報告、止水艦方面敵将海雨に苦戦中。このままでは止水艦の突破は困難とのことです。呂布ならまだしも、海雨一人に何を手こずっておる。増援を送り続け、数で圧倒してしまえばよかろう。それが前線では兵糧が不足しているようです。まずは補給部隊の編成と兵站の確保が先かと。なんと、
兵糧の管理は炎術に任せていたはずだろう。炎術め、よもや自分が名手になれなかったからとへそを曲げているのではあるまいな。あるいは勝手な算段で兵糧を出し渋っているか。炎章殿、別件ではありますが、東卓軍が近隣の村で略奪を働いているそうです。我ら連合軍に村から救援要請が来ておりますが。今はそのようなさじにかまけている場合ではない。では私たちが村の救援に参りましょう。ん？お前たちはどこの部隊であったか。まあよい、見たところ小勢、体勢には響くまい。村の救援はお前たちに任せよう。我が連合軍の先兵として民を救ってくるがいい。お主ら黄巾討伐の折も義勇兵として参じておったな。これは曹操殿、その説はお世話になりました。民を救いたいというその志は立派だが、それは今たまたま生じた状況に過ぎ、目指すところ欲するものは他にあるはずだ。お主がこの戦に加わった理由は何だ。よもや玉坂を襲われる村を救うために連合軍に加わったわけではあるまい。曹操殿のおっしゃる通りです。私はこの戦で名を上げ力を得たいのです。より多くの民を救えるようになるために。ですがこれが私の性分なのでしょう。目の前で苦しむ民を放ってはおけません。では急ぎますゆえこれにて。ふん、変わった連中だ。炎章は村の惨状をさじと言った。だがあの男劉備はそのさじのために走った。董卓を討ち悪政の元凶を断つこと、役立つに泣く村の民草を救うこと、人々が望むのは果たしてどちらであろうな。ふん、さあな。だが目先のことで振り回されてはたまらん。毛徳、お前は対局を見て進むのだろうな。ふん、その通りだ。わしらはただ目指すところを成し遂げるのみよ。じゃあ行きましょうや殿。みんな殿の号令を待ってます。うん、分かった。目指すは楽よ。奸賊董卓。勇士たちよ、洛陽へ攻め上がり董卓を討ち果たすのだ。行くぞ。止まれ！
ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。我が波動の前に滅びよう。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。連合軍の進撃もこの止水艦で終わりだ。ヘビウ様がいる限り誰も通さねえ。来たな、連合軍め。弓兵部隊を攻撃から狙い撃ちにしてやる。この俺が破れるとは、連合軍の大したもんだぜ。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。見事だな、毛徳。さすがは歯を行く者よ。五郎館を抜けば落葉は目前なのに、鬼神呂布が守ってるとは。敵め、不相応な場所。目障り、我が軍でもらい受けるぞ。行くぞ。敵陣を一気に粉砕する。我が軍の勢いもはや止められまい。迅速に攻略せよ。目の前に立つはいいよ。雑魚に孤狼感は抜かせんぞ。目標は定まった。全軍進め。我が波動の前に敵め、軍不相応な場所。目障りだ。我が軍でもらい受けるぞ。開いたぞ。どうなってる。光沢すら打てぬ輩に負けると。
意味あったら命はないと思え。おお、あの呂布を倒すとは。この勢いで楽陽を攻めましょう。なんという部下、敵ながら感服するほかない。我が道を行く、誰にも邪魔はさせん。見事だな、大竹。さすがは歯を行く者よ。あの地を抑えるぞ。進め。あそこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。ん、敵め、軍不相な場所。目障りな、我が軍でもらい受けるぞ。知らずのクズどもが、わしの主治譲りの邪魔はさせんぞ。正門の守りは固いが、この兵器で突破する。勝者、進軍開始。正門前に妨害柵が設置されています。勝者の進路を妨げているようです。伝令、山岳拠点より援軍が到着しました。敵の狙いはこの地と見た。者ども守備を固めよう。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。目障りなハエがおるわい。叩き落としてくれるわ。この怒り、鍵を握るは工場兵器だ。よし、我らは調査の護衛を行う。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の狙いはこの地と見た。者ども守備を固めよう。ふん、楽よなんぞくれてやるわ。さっさと長安へ引くぞ。逆賊董卓を打ち払い、楽よを奪還した。連合軍の大勝利よ。みんな勝ちどきをあげ。
玉児はまだ見つからぬか。帝がいずこにおわしますか定かでない今、かの宝は官室の中心たる私が護持せねばならん。何としても探し出すのだ。うん、飾り物が何を偉そうに。董卓は死に、帝もおらぬのでは、もはや洛陽にいても意味はあるね。天下は董卓の死でさらに混乱しておる。今こそ慶州と江東をわしのものとする好機よ。見ておれ、最後に笑うのは本所ではなく、名族遠家の本流たるこのわしよ。帝位の証である玉璽が失われたらしいぞ。なあ、もし玉璽を手に入れることができたら、それは俺が帝になれるってことか。何をくだらんことを言っている。帰るぞ。これ以上炎章の相手をしても無駄だ。この調子ではいずれまた返事が起きるだろう。董卓は黄巾の放棄以後の天下を乱世たらしめた。だが奴は元凶ではなく、ただの契機に過ぎぬか。もはや官室に行こうあれと力はなし。この乱世を鎮めるには新たなものが、新たな断りをしかねばならぬ。だが力ある者の多くはそこに思い至らず、今の世に己の欲を満たさんとするばかり。奴らに任せていては混迷は深まる一方か。ならば。曹操殿、軍を動かす用意が整いました。どちらへ、どちらへ向かわれますかな。巨匠へ行く。今のわしにはより多くの力が必要だ。董卓暗殺は呂布殿に阻まれ失敗。炎章を利用した連合軍も董卓の討伐はならず。結局のところ、長安遷都の混乱に乗じ、董卓を討ったのは呂布。これでは曹操は手間をかけ、呂布殿に花を持たせたも同じ。このような成果しか挙げられぬものが、軍友争う中で本懐を遂げられようか。何より、炎章を名手とした反董卓連合軍は董卓軍に勝利。連合は解散し、諸侯はそれぞれ帰るべき地へと去っていく。一方、長安へ逃れた董卓は呂布の裏切りに遭い、あえなく討たれた。世が混迷を極める中、各地へ散った軍友たちが動き始める。初めに頭角を現したのは名門炎家の炎章と炎術である。二人は力を競ってしのぎを削り、対立は激化。諸侯もそのどちらかにつき、二大派閥を形成して。呂州は他の地に比べ
荒れ果てた畑が目立つな。はい、聞けば青州にいる黄金の残党がこの付近で暴れているとか。その恐怖と不安で畑仕事もままならないと。痛ましい話ですね。ところで毛徳よ、なぜ巨匠なのだ。お前が本拠とするのに適しているとも思えんが。余州は多くの祭祀を輩出する地。貨幣の我らが諸侯と並ぶにはその英知が必要よ。突然の非礼ご容赦ください。そちらは曹操殿とお見受けしますが。いかにも。お主は。お初にお目にかかります。私は各方向。そしてこちらは純文尺と申します。我ら二人曹操殿の到着をお待ちしていました。ほう、わしがここへ来ると分かっていたと。曹操殿が乱世に立つにあたり、まず欲するは最地ならば名士の多い巨匠に行かれるはず。そう確信しここでお待ち申し上げた次第です。はあ、すべてお見通しってか。頭の回るやつってのは恐ろしいもんだな。各家に順一家、その名は知っておる。お主ら再起の師と会えたことを嬉しく思う。世に新たな断りを敷くためわしに力を貸してほしい。純文尺、微力ながら尽くします。私たちだけではありません。他にも再起間髪な者らを巨匠に集めています。きっと皆曹操殿の頼もしい味方となるでしょう。行くぞ。